どうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今日発売のデラックスゲーム法廷府妖精剣買ってきました。こちら妖精剣シリーズの第3弾です。ちょうど昨日ですね、アニメ妖怪ウォッチシャドウサイドに玄武出てきたばっかりですよね。これが玄武の妖精剣なんですが、なんと2モードに変形、剣モードと斧モード、後でチェックしてみましょう。そしてこちら、妖怪アークが1個付属です。もう剣武魔人の玄武もめっちゃかっこよかったよね。しかも強い。では早速開封してみます。おもちゃの発売自体めさくさ久しぶりですよね。10月にだっておもちゃの発売なかったもんね。じゃじゃーん。プチプチで厳重にくるまれてますね。セット内容が2つですね。こちらが妖精剣で、こちらが妖怪アーク。妖精剣も妖怪アークも NEOYC チップ搭載されてるんで、この銀のアルミホイルみたいなやつで巻かれてます。早速開けてみよう。3本目の妖精剣デラックス玄武法典符がこちら。裏面か。じゃじゃーん。デラックス玄武法典符妖精剣がこちらです。めちゃくちゃかっこいい。これが斧モードですね。斧なんで、ここで切るっていうことかな。バシバシバシ。妖精剣のカラーが緑ですね。この中央部分がゴールド。めちゃ豪華な感じ。玄武ってもともと亀と蛇が合体した霊獣なんで、なんか亀要素もありますよね。亀の甲羅みたいになっとるし。あと、蛇が巻きついてるんですよね。この斧に。このグリップ部分、斧としてはちょっと短いですよね。どこ持つんっていう感じですけど、斧モードから剣モードに変形できるんで、この長さ。あとこの塚部分が六角形みたいになってますよね。他の妖精剣見てみるとそれぞれ形が違います。そして皆さんお待たせしました。こちらのギミック、剣モードに変形させてみます。これをスライドさせるだけです。ガシャーン、これで剣モード、かっけー。でも、バンダイさん、さすがっすわ、すごいよくできてますやん。今のところ、剣武魔人の玄武って、斧でバトルしてますけど、そのうちこういう剣モードとして使えるんかもしれないですよね。で、この剣にはですね、剣武魔人の玄武がプリントされてます。キラキラしてますよね。ラメ入ってます。横側もすごい渋いよね、玄武。この紫色のやつは何なんでしょうね。メッシュ的な感じ。もみあげ長いね。しかもここは亀の甲羅みたいなマークも入ってます。着てるこの鎧も緑色でちょっと亀っぽいよね。ここもよく見たら亀の甲羅みたいなマーク入ってます。これ実際にさ、剣持ってみるとここがつっかえてちょっと持ちにくいっていうのはあるね。これでバッサバッサ切る感じか。この玄武の妖精剣は海をも立ち割ることができる妖精剣と言われてます。すごいよな。モーセの実戒みたいにこう海が割れるってことでしょ。バッサーって。なので、ジョローグモの硬い蜘蛛の糸も切ることができるんですよね。そしてですね、この妖精剣の裏面がこちらです。パビョーン。ヘビがこれ甲羅に巻きついてるような模様ですね。ここに NEOYC チップが搭載されてるんで、妖怪ウォッチ4とか妖怪ウォッチワールドと連動して遊ぶことができます。皆さんお待たせしました。いよいよ、剣武魔人の玄武を召喚したいと思います。ひょい、剣武魔人玄武、我に力を。玄武。玄武。よし。ほい、かっこいいっすね。召喚ソングが迷宮止水って言うてましたよね。迷宮止水って皆さん四字熟語はご存知ですか？ちょっと調べてみたんですけど、邪念がなく心が澄み切ってるような状態。もう空海みたいな感じですかね。煩悩あらへんみたいな。あとこれ、迷宮っていうのが曇りがない、手垢がないような綺麗な状態でしょ。で、止水っていうのが淀んでない、水が止まってるっていうね、すごいね。できたら玄武の声も聞きたいっすよね。なんか剣武魔人ってさ、基本的に目が黒いですよね。スザクはさ、前髪長いし、ジャニーズ系というかね、しかもピアスもしてるもんね。ただですね、玄武はもう男前って感じですよね。剣武魔人って召喚っていうか、憑依なんですよね。自分の体に乗り移るみたいなね。続いてデラックス妖怪ウォッチエルダに挿入してみたいと思います。どうなるかな？バシャン！ライト？反応する？あれ？刺して回す、そしてかざす。玄武法典符。これはもしかして玄武の音声かな。スザクの時ってどうやったっけ。なんて言うかな。
天山。ああ、同じっぽいね。同じ人っぽいですね。スザク総天山。そしてですね、この玄武の養成券は、養成券ホルダーに収納できます。一番左。ガシャーン！これで3本の養成券が揃いました。5本コンプリートもね、残り2本ですね。これがアシュラで、これがビャッコ。ちょっと思ったんですけど、このマークあるじゃないですか。これってさ、幻獣の姿ちゃうかなと最近思ったんですよ。これ勝手な推測ですけど、竜のマークかなと。で、これがアシュラのマークで、これがなんかスザクっぽく見えないですか。これが顔でこう体のラインみたいな。玄武もさ、ちょっとカメっぽく見えないですか。でちょっと蛇がおるみたいなさ。白虎のこのマークどうやって見たらいいかいまいちわからんねんけど、なんか虎なんかな。こうやって見てみると玄武の養成拳すごい存在感あるよな。5本揃うと果たして何が起きるのか。そしてこちらですね、養成拳ばかり紹介してたんですけど、妖怪アークも1個付属です。こちら先駆けメラメライオン。果たしてどんな妖怪アークなのか、ズブワッと。こっちが表ですね。先駆けメラメライオン。ライトサイドのメラメライオンってまだアニメに出てきてないんですけど、割と子供っぽいんですよね。なんか太鼓を叩いてる。お祭り？そして、先駆けメラメライオンのシャドウサイドがこちら。ブワブワーン。なんかめっちゃ怖なってるんですけど、先駆けメラメライオン。かっここがなんか普通のメラメライオンとちゃうよな。いつ出てくるんやろ、先駆けメラメライオンって一体何者？デラックス妖怪ウォッチエルダで先駆けメラメライオン召喚しています。召喚、俺の友達出てこい、先駆けメラメライオン。ファイト。先駆けメラメライオンのセリフ、聞けるかな？激レアやから、激しめのサウンド。パン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 プルトン。ういー、メラメライオンってメラメラしか言わんかったけど、ちゃんと喋ってますよね。しかも少年ボイス。シャドウサイドの先駆けメラメライオン召喚。セリフ、果たして聞けるのか？うわ、ちょっと変わってるね。声ちょっと渋なったというか、怖なったね。妖怪ウォッチ4が発売されたら、ちょっとそれでも連動して遊んでみたいんですけど、一旦妖怪ウォッチワールド。アーク連動。先駆けメラメライオンのアーク連動。さらに玄武宝典符を連動。どんなアイテムがゲットできるのかチェックしてみましょう。まず先駆けメラメライオンのアイテムがこれですね。中継剣ちなま。で、玄武宝典符の報酬がこちら、長径剣地玉。すっげえ。この養成剣をさ、妖怪ウォッチ4と連動したらかなりすごいこと起きそうですよね。なんかレアアイテムゲットできるのか、妖怪ゲットできるのかわからんけど。来週いよいよですね、アニメ妖怪ウォッチシャドウサイドで月並み東馬くんがこの養成剣を使って玄武を召喚というか憑依するんで、そこもかなり見どころです。はい、ということで以上、今回はデラックス玄武宝典符養成剣&妖怪アークセットの紹介でした。最後まで視聴ありがとうございました。